型紙とスプレーを使って壁面に飾る大きな雪景色を描きましょう。今回使う紙のサイズは90センチ ×160 センチです。型紙は近くから遠くへと置いていきます。まず雪の結晶を置いて、その間に雪の粒を全体に散らします。一番手前からなだらかな丘の型紙を置いていきます。丘の上には木や動物の型紙を置きます。その上から重なるようになだらかな丘を置いたら、そのさらに向こうにはギザギザに切った険しい山の型紙を置いていきます。この型紙の上からインクを薄めたスプレーを吹きつけていきます。一番上の空の部分にはブルーグレーを吹きつけました。一番上の型紙をずらして、今度は青いスプレーで山の稜線を吹きつけていきます。同じようにして尖った山の稜線を描いていきます。なだらかな丘の部分は境目がはっきりするようにスプレーします。一番手前は木や動物、雪の形が見えるようにスプレーします。雪や動物などの小さい型紙は乾いてから真ん中に集めるようにしてのけます。この型紙は繰り返し使うことができます。壁面に貼れば雪景色に早変わりです。少し小さめの紙に同じ型紙とブルーグレーのインクを使って描いたものがこちらです。サンタや家、ツリーなどと一緒に飾るとぐっとクリスマスらしくなります。